幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。はい、レディースクリニック赤ちゃんいらっしゃい、命の誕生。この時間は沖縄市三郷にありますアイレディースクリニック協力のもと、お産の瞬間を録音して放送する時間です。命の誕生の瞬間はとても感動的ですよね。お産がもっと身近なものになればと思い、アイレディースクリニックのスタッフさんが録音してくれた音源を放送しています。この番組は宜野湾市喜友名、宜野湾で、失礼しました。ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオから私、田辺幸がお送りしております。この番組ではリスナーの皆様からのメールやコメントを募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com また FM ギノワンではユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから簡単に見ることができますので、そちらもお楽しみください。さて今日も出産のシーン放送していきます。今日も4人いらっしゃいますね。では1人目、早速いきたいと思います。1人目は匿名希望さん、男の子の出産シーンです。赤ちゃんの頭が出てきて、髪の毛ふさふさだなぁと先生の声がから始まります。無事出産して元気な泣き声が聞こえてきます。立ち会っているパパの嬉しそうな声も印象的です。コメントはパパとお姉ちゃんです。それではお聞きください。髪の毛ふさふさだな。誰が赤ちゃん、みんなだってみんな抱っこさせるからな。もう出てきてる。頑張ったね。赤ちゃんね、はい、ありがとう、あゆ。下が生きろな。ありがとう。ねえ、じゃあに一言お願いします。一言。はい、生まれてきてありがとうございます。お願いします。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっと、はい、何も考えてなかったからすいません。じゃあお姉ちゃん順番に行こうか。はい、お姉ちゃん、思ってること、思ってること、生まれてきてくれてありがとう。はい、一人目匿名希望さん、男の子の出産シーンを聞いていただきました。あ、赤ちゃん可愛い子、可愛い声で泣いてましたね。一瞬しか吐いてなかったですけど可愛かったです。先生がね、率直に髪の毛ふさふさだなって率直な、ね、感想が出たんでしょうね。あとパパのね、あのコメント、ね、突然言われてこう慌ただしい感じのね、後ろの音の中でね、あの素直な感想が聞けましたね。はい、ね、後ろでハイチーズとかね、もう決定的瞬間ですからね、やっぱりもう子供が生まれるっていうのはね、もう写真も撮るし、音も録音するし、ね、はい、もう皆さんが嬉しそうな様子が伝わってきました。おめでとうございます。さあ続いて、中さん、男の子の出産シーンです。
スタッフさんにサポートされながら頑張って出産。お腹から出てきた赤ちゃんを見て、ママも言葉にならない様子です。元気よく泣き声を聞かせてくれて、パパもすごいと感動しているようです。それではお聞きください。もう力入れないよ。入れないよ。下見てごらん。赤ちゃん見てますよ。赤ちゃん見てあげて。よいしょ。夏休みだからパマ。はい、可愛い声が聞こえてましたね。またね、みんな違ってみんなまたこの中さんの赤ちゃん、男の子の赤ちゃんも可愛い声でしたね。もうなんかうっとりします。はい。短い音源でしたけどもね。ありがとうございました。おめでとうございます。はい。ね、元気に育ってくださいね。それでは続いて3人目。匿名希望さん、男の子の出産シーンです。元気な泣き声を聞かせてくれた赤ちゃん。周りが祝福の声で溢れます。コメントはパパです。それではお聞きください。こんにちは。お父さんとお母さんに会いに来てくれてありがとう。村吉美香さん、元気な男の子産んでくれてありがとう。はい、匿名希望さんの男の子の出産シーンでした。はい、ちょっとあれですね、あのお父さん照れたような感じでしたけどもね、すごくこう、祝福、なんていうか、嬉しいっていうか、なんかこう、込み上げる感じの、ね、本当に心から出た声だなって感じがしましたね。おめでとうございます。ね、なんか照れながらもちょっと優しそうな感じがね、聞いて取れましたね。はい。それでは最後は、匿名希望さん、女の子の出産シーンです。ママが頑張っているところから始まります。少しずつ赤ちゃんが出てきて、無事に出産。赤ちゃんはパパ似のようです。そして、へそのをカットです。コメントはパパです。それではお聞きください。はい、今度お尻に、おーって、今度肩の方でいいよ。はい、腰はつけたまんま、顎を引いて、お尻に、おーって入れてみて。お尻に、おーって。できた、できた。ありがとう。もう可愛い。下見る、下見る、我が子見る。見てよ、しっかり見て。ごめんなさい。よっしゃー。パパにだな。パパから一言お願いします。はい、やっと顔が見れました。もうずっと顔が見れなくて、どんな顔かなと思ってたんだけど、やっぱ可愛いですね。ね、こんにちは。笑って、ありがとうございます。はい、4人目、匿名希望さんの女の子の出産シーンでした。ね、結構あのへそのを切る前の早い段階から院長先生がね、顔を見てお父さんにだなって言ってましたけどね、こんな生まれたてでもわかるんですかね。でもこんなお父さんからしたらこんな嬉しい言葉ないですよね。あ、似ているってね、もう初めて対面してね、いやー幸せですね。
でお父さんのコメントもね、本当に可愛いってことで、そりゃ可愛いでしょう。うん、ありがとうございます。今日は全部で4人の出産シーンお送りしました。録音させてくださってありがとうございます。またスタッフさん、アイレディスクリニックのスタッフさんもね、録音大変な時にありがとうございます。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディスクリニック。アイレディスクリニックではこれからもお母さんの幸せを一番に考えた出産を行います。このコーナーでは皆さんのお産に関する思い出、また出産を控えるお母さんに対するメッセージをお待ちしております。寄せられたメッセージはアイレディスクリニックさんの方にお送りしますので、ぜひどんどんお寄せください。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com こちらまでぜひどんどんお待ちしております。このコーナーはお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディスクリニックの提供でお送りしています。それではここで一つお知らせがあります。アイレディスクリニックでは9月5日2時からふれあい納涼祭が行われます。プログラムは大道芸人のケンジさんやキッズダンスゴールデンエッグスタジオさん、伝統神ウルマー、ウルマーとピエロさんのコラボダンス、そして流しそうめん、琉球ゴールデンキングスと琉球コラソンの選手が参加決定しています。豪華ですね。そして院長挨拶で、最後は創作エイサー那覇太鼓、すごい、これが行われます。納涼祭があります。そして出展などもいろいろ、遊べる輪投げふわふわとかフェイスペイントなんかもあります。あと飲食ブースもあります。かき氷とか焼き鳥ミニドッグなどなど、はい、があります。盛りだくさんなので、ぜひ遊びに来てくださいということです。こちら場所はアイレディスクリニックですよね。すみません、ちょっと次までに調べておきます。アイレディスクリニックは三郷4丁目にあります、ね、結構綺麗な建物ね、道からも見えますのでね、すぐわかると思います。ケンジさんも面白いしね、大道芸のね、いろいろ絶対楽しめそうですね。9月5日土曜日2時から5時までの間あります。ぜひ行ってください。それでは CM の後は教えて北条先生のコーナーです。の幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るために、お母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディスクリニック。 This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music. Our entertainment has begun. We do not know what is our time, our day, nor ourselvesEmail address is 797@fmkino1.com. Please send us an email. Thank you. それでは続いて教えて北条先生のコーナーです。このコーナーはアイレディスクリニックの院長北条秀志先生にお産についてお話を伺い、女優の上条美希さんとの対談方式でのでインタビュー内容を毎週流していくコーナーです。今回は夏休みということで性教育についてです。女性は自分の身は自分で守る、中絶をするということの重みを理解してほしい思いが詰まったインタビュー内容になっております。それではお聞きください。
今ちょっと探しております。すいません、ちょっとお待ちください。ね、お気軽にメッセージもお待ちしておりますよ。ね、先ほど納涼祭のお知らせありましたけど楽しみですね。ちょっとお待ちください。すみません、どうしよう、時間がないのに。ちょっと先にメッセージ紹介しますね。いつも楽しみに聞かせてもらってます。今日もとっても感動しました。あ、ねえ、皆さん赤ちゃんのね誕生のシーンね、引き続き教えて北条先生のコーナーも聞いてますよってことでありがとうございます。ちょっと名前がないんですけれどもありがとうございます。ちょっとお待ちください。ですね、ではお聞きください。まあ沖縄はねまたこうほら外人さんもいるからさ、はいはいはい、やっぱり一番夏過ぎてくるね望まない妊娠ね、うんうん、外人さんかっこいいやつもいるからね声かけてくるんだけど、そうなんですよね、うん、だけど、うん、ね、うん、本当にね心から好きに、ね、ならないとさ、うん、ね軽はずみの行動は結局泣いてしまうのはいつも女性なのよ、うんね、うん、この前もねこの前立て続けだったな、高校生2人ともね悩んでもうお腹がね結構目立っちゃってね、それからやっと親に言ってどうしようってなってきたんだけどね、その相手の男たちがねヘラヘラしてたからさ、あ、一緒に来てたんですか、ここに、うん、まあ実感がないからね分かんないから呼び出したよね、それぞれね、うん、俺お前の父親じゃないけどお前に言うぜってね、うん、お前俺今から何するか分かってる、お前の子供の人殺しをするんぜってね、ね、うん、そうか、諦める手術ってお前どういう意味か分かるかってね、はいはい、チャラチャラすんなよって、お前今からお前の血のつながった子供の命を俺は今から奪わないかんのぜって、この仕事をお前やる俺の身にもなってみろよって。まあ本当にねこの男たちがもし僕はねこの嫌な仕事嫌、ね、でもまあ世の中にはどうしようもない時もあるからね、うん、この諦める手術をしなくちゃいけない時もある、でもね、うん、少なくとも男の方にが反省だったり彼女に申し訳ないことしたって気持ちがない限りは金を1000万積まれても僕は絶対しない、僕はもうその日は本当にね自分はご飯も食べないね、やっぱり命を奪うからね、だからね、まあ今聞いてるね小中、まあ小学じゃないか、まあ中高ね、はい、大学生っていうかね二十歳過ぎた女の子もそうだけど、うん、一夏のね、うん、恋をするのはいいけどね、うん、まあ自分の身は女性は自分で自分を守らないとね、男はね体傷つかないから、うん、傷つくのは女性の心と体だから、うん、ね、女性の諸君ぜひね自分の身は自分で守る、ね、それはピルでもいいし、ね、コンドーム、避妊具でもいいけどね、うん、まあ自分を大事にしてくる男性と付き合いなさい、まずはそれが大事、ね、そうですよね、夏休みか、うん、楽しいこといっぱいあるんだけどな、ほんとね、それでそういう結果になっちゃうとちょっと辛いですな。辛いよね、うん、ま、教えて北条先生の今日のインタビューをお送りしました。これはズンときましたね。このまあ自分だったらってこうね女性の立場でしか考えたことなかったですけど、この中絶をする産婦人科のお医者さんの立場っていうのは初めて聞きましたね。はあ、やっぱり生まれて命をこうね、これから育っていく命を取り出す仕事としてねされて普段はされてるんだけど、こうやって中絶しなければならない場合、殺すために
ってことで、もう本当にやりたくない、もう男の、まず男にね、男の人にも呼び出して話するっていう、はあ、他の先生はこんなことまでするでしょうかね。すごいですね、北条先生ね。もうその日はご飯も食べれないっていうことでね。いやそうですか。やっぱお医者さんもね、こういう心のあるお医者さんね、いらっしゃるんだなってすごい感動しましたね。はい、だからもういかに重いことかっていうのをね、理解、なかなか若いとねそこまで理解できないかもしれないんですけど、まあ、こういう話を聞いてぜひ考えてほしいですね。もし今聞いてる人ね、若い子いたらね、すごい、あの命がどこからね、あの人間かっていうね議論とかもあると思うんですけど、もう宿った時点からっていうねことだったら、もう本当殺人になるっていうね、そのぐらい重いことですよね。いや生まれてからだよっていうね意見があったりしますけどもね、やっぱりね北条先生からしたらそんなことないですよね。ないんでしょうね。はい、これは考えさせられますね。もうちょっと私はお話聞きたいなと思いました。なんかねこんな短い時間でね、もっと、じゃあ今度また次回ねインタビュー行くときにぜひ聞いてもらいたいなと思いましたね。はい、意見がありましたら皆さん番組終わってからでもいいのでぜひ送ってくださいね。はい、それでは最後ちょっと時間まで育休中のあずあずに電話してみましょうね。先週は来てくれましたけどね、びっくりしましたよね、かわいい赤ちゃんと。あ、もしもし、あ、おはようございます、あずささん。はい、今日も元気そうな声ですね。はい、今日も元気です。はい、先週はありがとうございました。はい、いえいえ、突然あの顔を出したので、うん、嬉しかったですよ、赤ちゃんと二人でね。いや、私も久しぶりに、はい、早く復帰したくなりました。はいはいはい、できそうな感じですけどいかがですかね。もうあのここ最近はちょこちょこあの赤ちゃん連れでも過ごしやすそうなちょっとカフェに友達と行ってみたりしてますよ。へえ、またスリングに入れて。そうそうそう、あとはあの少しなんだろう、ベビーカーとかが通れる広いスペースのカフェに行ったりとか、はい、はい、結構やっぱりなんだろう、普通のところだとおむつ替えの台がなかったりとか、過ごしにくいところもやっぱあるから、はいはい、そういうのを調べて、いたり。へえ、あ、いいですね。気分転換になりますよね。うん、そう、なので1ヶ月間は結構友達に家に来てもらうことが多かったんですけど、はいはい、今月からはもう外で会おうっていうことで、ちょっとコーヒー飲みながら一緒に。やっぱりね、人とね、会って喋ったら面白いし、気分転換になるしね、ずっと家にこもってたらね、なんかいろいろもう、ね、うつうつしちゃう。ね、リピートだからね、ついついね。そう。いいですね。うん。なので、うん、結構こういう情報は、なんだろう、ママ友とかからいろいろ入ってくることが多いので、なんか、その、病院で知り合った友達とか。はいはい。一人目の子を育てた時に友達になった人とかが結構情報交換に役立ってたりとかしますので、はいはいはい、なんか外に出て新しい友達作ったりするのもなんか子供ができた時の醍醐味かなって思ったり。ああ、なるほどね。まあ、この同じ、まあ、うん、はい。うん。大丈夫。同じぐらいね、あの、月齢の子供を持ってるっていう共通点ってすごいね、すごいことですもんね。うん、いや、本当に。なんか結構、ね、あの、新しい友達作るのって大人になると、ちょっと億劫だったり、うん、なんかこう一歩踏み出さないといけないことがやっぱり多いなって思うこともあるんですけど、はいはい、うん、一回仲良くなっちゃうと、結構長い付き合いで、うん、わざわざ、ね、家まで会いに来てくれたりとか、うん、あの、差し入れとかもね、子供にいいもの持ってきてくれたりとか、うん、すごい楽しいなと思いました。うんうん、あ、いいですね。あのね、一人で子育てやっぱり大変なんでね、みんな同じ立場の人ね、うんうん、集まってね、ちょっとこう、いろんな情報交換したりとかね、うん、いいですよね、できたらね。
はい。なので今妊娠してる人とかも結構積極的にね、うん、結構マタニティヨガ、はい、とか、うん、産後のベビーヨガとかそういうのをやってる病院も結構あったりするじゃないですか。うん、で、結構アイルディスクリニックもなんか1歳児の集まりみたいなのが、はいはいはい、ありますね。Facebook とかにそうあったりするので、うんうん、ああいうのってすごいいいなって。そうですね。そういう場にどんどん行くといいかもしれないですね。うん、今日もありがとうございました。はい、じゃあまた来週かけますね。はい。はい、ありがとう。はーい。はい、赤ちゃんいらっしゃいお送りしました。また来週。